はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。カジキリュウタです。さあ本日なんですが、皆さん新パックは楽しんでいらっしゃいますでしょうか。まあ今回ね、水属性強化が来てめちゃくちゃなモンスターがね実装されて、なんかてんやわんやしてるんですけども、皆さんね、このカイルシンリバヤさん、まあこの生きる属性版、センサー万別みたいな効果してるこいつですね。これまあ海竜神って名前ついてて、めっちゃ強いんですけど、海竜神って別にリバイアさんだけじゃないんですよ。今回はですね、史上最強元祖海竜神ことネオダイダロスさんをね活躍させようと思ってデッキを組んでまいりましたこのモンスター皆さんご存知ですか。召喚条件ね、特殊召喚しかできなくて、海竜リバイアドラゴンダイダロス1体をリリースしないと特殊召喚できねえっていう。あ、ちなみにリバイアドラゴンダイダロスってやつはこいつね、これ、はい、でこれをリリースして出せて、でこいつは何するかっていうと、フィールドの海、自分のフィールド上の海を墓地に送って発動できると。このカード以外のお互いの手札、フィールド上のカードを全部墓地に送るって書いてあるんですよ。だからあのアーゼウスみたいな感じで手札も巻き込んでアーゼウスするみたいな感じです。ガチでやばいでしょ今回はこのモンスターをですね、活躍させていくデッキを組んでみましたね。でギミック説明していくんですけども、まあ、何が強化されてるかっていうと、新パックでダイダロスってやっぱレベル7で水属性だから、やっぱあのね、フィサリアで出せんだよね。これあのこのモンスターは水属性だったら海を手札からデッキから墓地を送ると何でも出せるんで、フィサリアでまず特殊召喚ができますと、ダイダロスが。でもちろんね、トレモラとか使ってもね、あの出せるんですけどね、ダイダロスは。で、ダイダロスくんはなんと、今回追加されたフィッシュソナーでサーチができます。海が枯れているレベル7以下のモンスターだったらサーチできるんで、これサーチできます。で、ネオダイダロスはレベル8だから、まあ、フィッシュソナーではサーチはできないんだけども、これ氷結界でサーチはできるんですよ。これあの、愚かな服装もガン詰めされてますからね。だから、結構サーチできるんです。この辺のモンスター。で、特殊召喚方法はトレモラか、フィサリアがあるんで、この辺も全部この辺でサーチできますから、これめちゃくちゃね決まりやすい。あの今までは結構大変でした、ダイダロスとネオダイダロスを揃えるのが盤面に。これ結構簡単に言いました、サーチめっちゃ増えたんで。で今回はネオダイダロスだけじゃなくて、何がすごいかっていうと、このね、うながみのよりしろっていうこのパイオツハイデーのチャンネルがいるんですけど、このお姉ちゃんがダイダロスギミックとめちゃくちゃ相性良くて、これね、何が相性いいかっていうと、まずダイダロスを展開するのに役立ちます。自分の墓地の水属性モンスター対象とって、そいつを海があったら特殊召喚するし、まあ、海がなくてもエンドフェーズまで同じレベルになって同じカードとして扱うっていう効果に、があるんですよ。だからまあダイダロスになれるし、ダイダロスを特殊召喚ができるっていうカードなんですね、これ。で、2番目、読んでください。墓地のこのカードを除外して、自分の墓地の海1枚を手札に加えるって書いてあるんですよ。これね、何が言いたいかっていうと、ネオダイダロスで巻き込んで全部っ破した後に、うながみのよりしろで海回収できるんですよ、墓地から。だからもう一回次のターンの全部っ破確約されてるんですよね。最強でしょこれ最強なんですよ。なので、まあ、今回はこれをやっていきたい。でもちろん今回はあのリバイアスさんも入ってますんで、リバイアスさんで激モロックを加えていくこともできますし、まあできればですね、先行でネオダイダロスを出して、先行でネオダイダロス の全部っ破効果を使って全判別していきたいというふうに考えております。私は、はい、このクソゲーをね、決めるためにデッキ組んできたんで、早速ね、このクソギミックを使ってネオダイダロス先行判別をぶち込ませていきましょう。デュエルスタンバイ。何もですね、海デッキだけじゃないんですよ、強化されたのはね。ちょっとこれは激ヒモロックスしかねえな。海、あ、やめて、これ止めんのやめて、これ止めないで、いいえ、分かりてー。いや、意外とね、これね、海ないとね、意外と止まることあるんですよ、ね。まあ、今回は別にそんな止まんないかと言うて、金券発動。6枚除外、エクストラはまあ基本的にあんま使わないので、まあ、なんか適当に除外すれば大丈夫です。あんまりこれはネオダイダロスできねえな。アトランティス、ガメちゃん、シーステ、オロフク、アトランティス、アトランティス、なるほど、アトランティスの方がいいか。一応魔法がもう多分ないと思うけど、エフェクトベイラーとかね、あの一応ケアできるんで、まあ、こうしといてですね、で海張ってから
クラゲ召喚かな、はい、アトランティス選手発動をで海サーチ、海発動してこのフィールドは今から海として扱うんじゃ、そしてフィサリア召喚効果発動、あなそうですね、エフェクトベイラーちなみにきついですこれ結構、いくぜリヴァイアさんを特殊召喚、うわリヴァイアさんの効果発動、海またはシーステルス、またリヴァイアさんを持ってこれるぜ、これによってこれはシーステルス2だな、こいつはちなみに発動されていると自分の水属性モンスターが相手のモンスターの効果の対象にならない、シーステルス2を発動、カードを1枚セット、まあ、これで勝てるだろ十分、もう激気モロックでとりあえず1回相手の動き見るわ、まあ、ちなみに俺はこのリヴァイアさんとかいうモンスターの効果を勘違いしていたが、水属性以外の属性のやつは1体しかいるね、まあ、つまり水属性以外のやつ1体だけにしろみたいな、なんか生きる御前試合って言ってたけど、どっちかっていうとね、あのね、生きるセンサー万別に近いね、うん、どっちかっていうと逃げろー逃げろクラケー、生きるなんか生きる御前試合っていうとちょっと分かりにくいじゃん、なんか属性的に、なんかあじゃあ一種類ずつだって入れるのかみたいな感じになっちゃう、違うんだね、あの属性版のなんかセンサー万別みたいな感じなんですよね、こいつ、あオロフク来た天才、海流神リヴァイアさんの効果と海流神リヴァイアさんの効果により、あま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 あ、まあ、それはいやまあフィサリアで無効か、フィサリア効果、君の裏の効果を無効にしていくぜ、ちなみに多分おそらくですね、あの楽園融合を打ったところでフィサリアで無効にされるから意味ないと思ってるんじゃないでしょうか相手、あでもそしたらメインフェーズ2に打つか、じゃあ楽園融合ないのかな、もしかしたら、なるほど、まあ、ちなみにアルバス君はね、あのエクストラデッキから出てきてるモンスターじゃないと基本的に融合スターにできないことが多いので、なんか微妙に打点が低いね、こいつらは大丈夫ですね、あんまり融合スターになることはありません、アルバス君ので、氷結界の効果発動、氷結界の効果により、レベルが高いモンスターを墓地に送って、でここでネオダイダルスサーチしてもやばいけどなこのデッキはちなみにネオダイダラスデッキだからクジラとかは入ってないぜ一切な、バトルフェイザーダメージが高いのはクラゲから殴った方だな、いっけー、これついでにさ打点600上がってんのマジで余計じゃない、この600マジで余計なんだけど、でメインズ入って最強カードセットしてリターン終了よ、よし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 いいぞ、これでアンガンのリヴァイアさんでダイダロスを出してくることができる、よしいいぞ、さあかかってこい、どうする、おっとセットしかできない、おっクソサコテンが来た、アンガンのリヴァイアさんの効果発動、アンガンのリヴァイアさんの効果により海を墓地に送ることによって現れろダイダロス、そして巨乳結構コンプライアンス違反みたいな、この子はものすごい恐怖をしているので、よかったら皆さんご覧ください、はい、ダイダロス来たー、ではですね、分からせに行きますか、これサーチする意味はないですね、結局なんか前半でするんで、楽園はね裏目あるんですけどね、一応なんかデスピアンとかあれ墓地を送られたら効果発動するんじゃね、まあ一応ですね、これでシーステルスアタックの効果を発動し、そして海流神リヴァイアさんをゲームから除外し一旦逃がす、そしてネオダイダンスの効果発動、海を墓地を送ることによってフィールドをまたの手札のカードをお互いに全て墓地に送る、うわあ、ディアボリック入ってたのか、なるほど、あでもなんか送られたカード弱えな、そしてうなが神の寄り代の効果、うなが神の寄り代の効果により墓地の海を回収、そしてシーステルス2を発動し、まあこれでバトルフェイスに一旦移行するか、バトルフェイス行けネオダイダラスのダイレクトアタックを食らえ、俺は出す意味がねえな、どうせ死ぬから行けそしてメイン2に入る、さらにこのままターン終了すると、なんとシーステルスで逃げていたリヴァイアさんが帰ってくる、つえー生きる属性版センサー万別続行、これで楽園融合とか打たれてもですね、出てきません、ミラジェイト君は絶対に強すぎ笑った、ディアボリック、何ディアボリック除外したところで、もう闇属性しか入れないし、赤だろ楽園だと、あでもそれいや回収してもいいけど、
赤の楽園で回収してもいいけど出せないと思うよ。その出てくるやつ闇属性じゃない多分。なんそうなんだよ、こうなるんだよこうなるんだよ、うん、こうなんの。これね、あーピサリアも来ちゃった見えてるからな。浮き飛ばしまーす。おりゃーどりゃーどりゃはい、クソゲー対戦ありがとうございました。あ、なんか反応強そうじゃないこれ。これ反応強そうじゃね。いや、これ妨害なければいける。オロフク発動、オロフク効果、氷結界を墓地に送って氷結界でこれはダイダロス持ってこないといけないか。ダイダロス持ってきてでこれは、フィサリアでいいでしょ。フィサリア、これでですね氷結界で下敷き持ってくればいいから、氷結界の効果発動、どでけえ水属性モンスターを墓地に送って、そしてどでけえ水属性モンスターを墓地から回収する。どでかくなくてもいいのか。どでかいやつを墓地送って水属性を墓地から回収するという効果。これによってリバイドラゴン大太郎層回収、そして海を発動、さらにフィサリアを攻撃表示で召喚、フィサリアの効果発動、手札より水属性モンスターを特殊召喚する。デッキからじゃなくて手札からのいいやで、これでダイダロスを爆弾させていく。うわー、そしてダイダロス一体をリリースし特殊召喚、あらあら海流神ネオダイダロス効果発動、海を墓地に送り手札を全部判定させる。うわマシンナーズか。なるほど、危ない。マシンナーズは結構墓地効果意外とあるからさ、耐えろ頑張れネオダイダロス、お前にかかってるぞ。この2900バニラにかかってる。もう海がないとただのバニラ。ちなみに頼め、あ、オッケーオッケーオッケー、1伏せでいいよ、1伏せは全然いいよ。あれなんかあ、うなかみのよるしろ来た、いいね、うなかみのよるしろいいね、うなかみのよるしろいいぞ。これさ、いやとりあえずバトルして700と2900でビートする。あれなんだろうな、あれなんだろうな、ちょっとね、これね、徐々にアドバンテージ稼がれてくるとかなりやばいんですよ、俺。これ、あれか。だから、こいつ行ったらリンク召喚する。あ、だからあれだな。多分これあれだ。あれ入れよう。アルミラージ。アルミラージ入れたら、アルミラージを、変えて海回収できるから、これ、アルミラージいるな。これ、絶対アルミラージいる。よし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 。いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ。生き物を引け。いや、テラフォーミング来た。いや、さすがに強い、それはでも。いや、さすがに強い。で、これでテラフォーミング発動していく。で、テラフォーミングで海を回収していく。OK。よし、分からせていくぜ。手札より、伝説の都、アトランティスを発動。そして、フィールドの海を墓地に送って、海流神、ネオダイダロスの効果を発動。うわぁ。おーら、全部パ、うおーとりゃよし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 、いいぞ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 、でアトランティス回収、これで次のターンもてめえの全部パー確定した。残念だったな、発動、いや発動した方がいいな、打点が高くなる。これで発動してバトルフェーズだ、いけ海流神ネオダイダロスビート決まっているぞ、いけるぞ、いける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 、これはいける。ゴミガード引け、ゴミガード引け、ハガナ引け、ハガナ、ハガナ、摩擦、ウララ、ゾジー、ちょ、ゴミガード引け、ヘビーフォワード、無限軌道サーチ、あ、やばいな、ハーベスターはやばい、ハーベスターはやばいぞ、待ってくれ、ハーベスターもやばいかもしれねえ、ブルータルゾーザ、やばいやばいやばい、動き出した、動き出した、まずい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 、止まれ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 、ブルータルドーザもやばい、デッキから、無限軌道持ってこれる、やばい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 、ランクが来た、まずいまずいまずいぞ、おいなんだヘビーフォワードとかいう1枚からなんかめちゃくちゃ展開されてる、まずい2番勝負、これは、機械とか持続性モンスターを選んで手札に加える、やばすぎる、やばいことが起きてる、
バレットライナー、まずいことが起きた。やばいんじゃねえか、これだいぶやばいんじゃねえか。あれこれ これさ、1枚からこれどこまで行く感じ、これのこのデッキ。やばいこと起きてるぞ。バリスティックシュート、やばい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 、これ打点下げられるよね彼。ボックスの効果も発動してる、おかしいぞ。手札1枚だったの相手、カードめっちゃ増えてんじゃん、ふざけんなよ、おかしいって。インチキだろこれ、インチキだろ、どうなってんだこれ、絶対おかしい。手札1枚だったんだよ相手、カード5枚になってんじゃん、おかしいって絶対これおいコラミ、コラミお前これどうなってんだコラミ、これおかしいだろ。1枚からどんだけアド稼いでんだよこのデッキ、おかしいよ絶対に。訴えるからな、お前訴えるから覚悟しとけお前。